今大会でファーストが3人いるんだけど。やばい、 A、B でファースト同期やな。隣ではキーシャ、やばすぎだろ。3強ファースト全員揃いましたこれ。ファーストコレクションうろっちゃうな。さあ A バンダー投げファー、あ、ハメンチも元ファースト知らんがな。大阪 B ファースト。さあね、ちくわがやっぱ楽しみになりますね。このカードを見ると、見る分には。さあ、しかし美味しいぞ。ボムが当たって画面出し、投げファースト一気に見たい。すげえ、物投げのジャンプハイスラー、ドリキャンジャンハイが刺さっている。あんなところにもしっかり判定が、割り込みを感じる作り込みですね。嘘。さあ、そしてマイ B、 あー、刺さったが何も繋がらない。ボム投げて爆弾ボムプラスハンマー、爆弾ボムプラスハンマーって意味わからん。これ入れた地形がうまい。バックステップを捉えてボム投げる。あーと踏まれてトントン。一本選手は投げファースト。さあ第2ラウンドジャンプ回避していくが、ここでカウンターヒット。ボム出してなんか当たっている。ボム投げる。さあカウンター確認、打ち上げてゲージ 25% ぐらい回収させない。バーストを使ってそれを阻止していく。さあなんかたくさん出てきて、すげえすげえ今の。しかし打ってくる。 B マネ勝ったのは、 B マネ勝ったのはキシャ。ダブルパーフェクト。グリーングリーン。さあ画面8位オンパンからメトロと一緒に中段プラス中段補正切り、たくさん物投げていく。さあそして B バンダイ続きまして、準ミディア対するは落合ポショムキン。13こっちだよ。さあバックステップ。さあジャンビーすごいことになった。打点がすげえ高かったので、ね、その後つながらず投げを決めて画面端。いきなりオイスはここはクライミングになっている。バーストで立ち切り、ここ見てるダッシュマイピー、そしてディレイ装填ボム確認から画面端。さあここは総裁にいきなりオイス仕込んでいたか、前出たか、まだ体力は分からない。降ってくるゲージがない。ただいい降ってきて何かが出てきた。わー、そこに行けば俺は体力回復するのに。しかし拾えない。そう点体力もない、ゲージもない。そして相手は体力回復どうしようもない。体力全開、これが偽りのライフイズグリーン。ずるいですね、偽りのライフイズグリーン。この場合はカードのシステムではパーフェクトとなるんでしょうか。さあ次の枠いきます。はい、それでは A 番で行いますのはアインカイ対するは FAB ポチョマキン。面白い恋人ってうまくね、なんかアインマン、えこっちの方が美味しい。やり込みのマジン、土俵際のマジンか。さあ赤切符も金切符も全て初めては奪ってしまいました。 FAB ポショムキンに対するアインカイ。さあアインマンもね、第2試合の、第2つ目の予選では決勝リーグに残るという健闘を見せておりますが、なんとかね青切符を取りたい今回の大会となっているでしょう。金切符、金キッパーってやばいですね、かっこいい。ゴールドセイントだ、いいねそれ、かっこいいじゃん。さあそして中央、いいよなそういうの、一回行ってみたいよな。さあ画面端、さあここうまい、かっこいいぞ画面端、よかっていく。
さあ上海がヒット、ここはバースト、上海すら置いていく。やっぱ下位でね、ここお起き出すとかっこいい。コパン広いから画面端 SS ハイベイパースロース、そして空中ガード不能のレイズ置いて SS ハイベイパースラスト中央置き攻めはアイン式嘘ジャニー置き攻めはビーバーの勝手のジョンソンのミリアですね。はい、おめでとうございます。ではね、B 番台、試合の途中ですが呼び出しをさせていただきます。もう上行っていいの、こっち終わったのね。あ、ここはもうあれか、そかそか。 B 番台、ニョッサンのテスタメントとキーシャファースト B 番台。さあジャンパイスラー、時間が残り少なかったところ追いかけてくるポチャマキンをうまい具合に上からジャンパイスラー刺してきました。一本選手カイ、さあこれからはとりあえずやり込みを続けていくだけですね、本当にね。お、ベイバーしますと、けど向こうはザッパーから抜けてるんで、ザッパーこっちは少ないのでなかなか対策詰めづらいでしょうから。おっと F 式はバックステップ投げ、シャーン S2K からポジションキンバスター、バックステップ回避 3H。 さあメガフィスト、これはトライトだ、ベイバーしますと重なっていなかった。なんかめっちゃ大阪さんがはしゃいでおりますが、これはしっかり当てて画面端、これはね壁張り付きになる技は壁につかなければこういう風にダウンが取れます。なのでね、うまい具合に距離調整します。ジョニーとかもロケ当たったらねちょっと待つで画面端に進むとダウンが取れる、やったねってことになります。さあしばらいからチャージ、あディズニー見てるわかるよね。さあこれはカウンターヒットになってしまうんですね。さあここでいっぱいロマキャンから、ここは根性を見せて連れてこいよ。おーっと足場の時速長い遠征ターン、前に出るガクルタイク無理をしない、おーっと危ない、ゲージも削られてしっかりデコピン返していく、画面端にしかし行く立ち合い硬いか、ゲージが削られて、おースライドヘッド通す、どっちだ、あースラッシュバック狙ったか、ミガイスト、おーすっげー画面中央どっちだですよねー、さあ死ぬ、しかしまだ間に合う、あーここでポチャマキンバスタージャンペス刺していきました。ライド強いですね、しかしさすがですね、あそこを読んでいきました。あ今覚醒ですね、これ本戦勝てないフラグですよ、どっかのトロさんみたいに A 番内、こちらはね負けトーナメント勝ち上がりと当たる人を組める組み合わせとなっております。草薙もパコタンの胸丸キスレイヤー対する国前健です。やっぱギルティのキャラセルの音楽マジ盛り上がるよねこれね。今回のブレイブルーのねキャラセルの音楽すごいかっこいいよ。さあ中央畳返し、中央し中央し行くつきにシスさあ2杯すら拾ってジャンディ畳返し、確かに当たらず親手ばっかりマンになろうぜ一緒に、ジャンケージャンニケーからそこ行きますか、あ、なんだっけこれ、足花さんのジャスティスとジュンさんのミリア、B 番台でお願いします。いけ KKD、さあ FED ステークのスワイズ、さあ体力ドットのバイケン畳返し、ここは小判が速いがここは繋がらず、しかしまだある、ヨウさんがゲージを溜まっていなかった、2敗すらここ許さない、小判が速い、そしてクロスクロスじゃねえフットロス、マジ小判だよ言わせんな恥ずかしい、打ち投げ S からジャンス強い、
左落として大きい攻めに2個出すわ。ここはしっかり飛んでいる。パイルさんを抑え、ここジャンプハイスラーパイロン強い。 SPKD、 そして画面欲しい、バイケンの大きい攻めすごいスライドですよね。さあ中央溶岩畳からカバリー、ここですね、上海、畳、よいしょ、ダンクロー、画面中央に持っていくが、ここは畳じゃねえ、ヨウザンさんが出ないか、空中出しです、何かを狙っていてが出ず、ジャンパイスラー、マイピー、カバリー、上海、上りジャンパイスラー強い、そしてカバリー、空中はしっかり合わせて、足払い、ダウン奪って、中段ヒット、2K からビッグマッパーまで。ジャンケー KD、 2K D 落として置き攻めはちょっと待つ。さあ空中に失敗、しかしジャンプ系のめくり総裁キャンセル、マップフェイント仕込んでいく。そしてこのパイル回帰がね、バイケン戦はかなりかっこいいですね、強いです。前はい SD、 そしてここは 50% 使ったのでかなりダメージ取っていくか、超減ったいいですね、これ一発キャラがバツイです。 S からさあ旅返しカバリー当たらず。さあ中央、何を待つか、スレイヤー側ジャンケー出したところにザクロが当たって PPKD と FC ジャージ、そういう段ですね、崩れ落ちてしまいました。つか本当キャップねえんだけど、どこやったのよ、ハメンチュキャップないよ、キャップ